今日おかしかったの、担任の村上ちゃんがね。村上ちゃん、先生のことをちゃんづけて呼びなさんな。それでお弁当がさ。お弁当？また弁当の文句かい。違うよ、村上先生の愛妻弁当の話だってば。なんだ。男を気取るタイプの人だったのに、今日職員室行ったらさ、食べた後のお弁当箱ちゃんと洗ってんの。きっと奥さんに叱られたんだと思うけど。ご飯粒取れないからね、乾いちゃうと。まあでも洗う先生も先生、すでに尻に敷かれてるっていうかさ。そのっていうかさはやめなさい。たくあんたは見たいなとかっていうかだの言わないと喋れないのかね、本当に。私は面白い話をしたかっただけなのに、なぜ怒る？あ、お父さん、パジャマ出てなかった？え？やった、お父さん、パンツのゴムゆるゆる。ついで直しちゃうから貸して。で、何の話だっけ？まあいいよ。お母さんに話なんかするもんじゃないよ。思い出したらまたむしゃくしゃしてきた。焼けたよ。はい、これ早く食べなさい。あら、どうしたの？夢見たの。お母さんのことさ、すごい突き飛ばして。夢なんでしょ？何泣いてんの？だって怖い夢だったから。子供みたい。いいから食べなさい。まったく、いつも親に反発してるから、そんな夢。夢ってさ、現実を映す鏡って言うじゃない？え？今日のことは要するに反省しろってことかもよ。ああ、ちょっとここんとこミカの態度ひどいもんね。親に対してさ、自分でも薄々感じてたんじゃない？だからこれを機会に心を入れ替えろってことだね。夢に言われてるんだよ。その夢は教訓だね。親を大切にしろってことだよ。